はい、今回はですね、また一人の超人を紹介させていただこうかと思うんですが、その超人というのがローラーマンですね。誰なんだっていう話になっちゃうかもしれないんですが、一応小説のディープオブマッスルに登場しています。エピソード11、復活のサンシャイン、呪いのローラー誕生秘話っていうところでね、登場しているんですよね。で、早速ちょっと基本データからいきますけど、まず所属がね、正義超人ですね。はい、図鑑ではそうでした。ただディープオブマッスルでは残虐超人という括りになってましたね。まあ残虐超人もいわゆるその正義超人から派生した超人なんで同じと言っていいかもしれないんですけれども、で基本データに関しては身長180センチ、体重102キロ、超人強度が90万パワー、サウジアラビア出身ですね。で水の少ない砂漠地帯に住む超人です。でそのためですね、胸のローラーは主に見つけた獲物を放り込ん でその水分を絞り取って喉を潤すために活用されます。で、まあ、これディープオブマッスルで書かれていたんですが、寝っ転がって自身のローラーを車輪代わりにして移動するため、見た目とは裏腹に移動スピードは速いとのことです。で主な技なんですが、これはですね、砂漠のローラー奥義、体液脱水絞りというものがありますね。これはいわゆる呪いのローラーの原型とも言える技ですね。はい、で次にですね、ディープオブマッスルでの活躍をですね紹介させていただくと、まあ、サンシャインはですね、ジェロニモに負けた後、まあ、修行すべくサウジアラビアに向かっていたんですよね。でそこでローラーマンと出会うことになります。でローラーマンがですね、サンシャインに水分を分け与えたことがきっかけで交流を深めていくんですよね。でその後、呪いのローラーをマスターすべくローラーマンはサンシャインのトレーニングに付き合うことになります。まだこの頃はまだ呪いのローラーっていうネーミングも全くね考えていなかったんですが、まあ、ローラーマンのね、さっき紹介したその技をね見た時に、自分もこれが使えれたらいいかもしれないということで、そのローラーマンの技を習得しようとしていたんですよね。でサンシャインはね、その様々なものに変身できるんですが、まあ、一つの変身を極めるには、まあ、多大なるイメージトレーニングが必要ってことがディープオブマッスルで書かれていました。だから例えばですね、地獄のピラミッドを編み出す時においても、もう本当にピラミッドになりきるつもりでものすごいイメージトレーニングをしたってことはサンシャイン言ってたんですよね。だからサンシャイン曰く、ピラミッドは外だけじゃなくて中のその構造もですね、完全に再現してるんだみたいなことはサンシャイン言ってたんですよ。一方でですね、ローラーマンに地獄の凱旋門ってあるけど、あれ本物とあんまり似てなくないかみたいなことね言われてね、ちょっとサンシャインは言い訳もしていたんですけどね。はい、でまあそのトレーニングを通してですね、まあ、2人はね兄弟以上の関係になっていたってことが、まあ、小説には書かれていました。でしかしですね、そのローラーマンはある日、ある集落の者たちに拉致されてしまうんですよね。これはですね、ローラーマンはその長い間その厳しい環境の中、水分を得るためにその集落の者たちを餌食にしていたんですよ。だから そのためですね、集落の者たちがローラーマンに対して復讐をしようとしていたんですよね。でサンシャインはローラーマンをね救出すべくその集落に乗り込んでですね、助けようとするんですよね。で試しにその体液脱水絞りを発動させてみるんですが、途中でですね変身が解かれちゃうんですね。まだ完璧にマスターしてるわけではなかったんで、でその時自身の弱点、これ小説の方では心臓みたいな表現していたんですが、これはちょっとどうなんですかね。原作ではひょっとしたら反映されていないかもしれないんで、一応心臓って書いてありました。でそれがむき出しになってしまったんですよね、ローラーが溶けちゃったから。でそんな時ローラーマンがですね、なんとですね自分の胴体を切断して、ローラーをサンシャインの胸部に無理やりはめ込ませたんですよね。自分の体をもう取っちゃったんですよ。でサンシャインに、まあ、どういう原理かわからないですが、胸にはめ込んだって感じです。でそこでサンシャインは再び体液脱水絞りを発動させてですね、機器を脱するんですが、まあ体を切断してしまったためですね、胴を失い頭だけとなったローラーマン
がですね、まあ、お前は人生で初めて優しく接してくれた超人だったという言葉を残して絶命してしまうんですよね。まあ、結構グロい展開かなと思いながらね、自分読んでいたんですが、まあ、要はそのさっきも少し触れたんですが、ローラーマンっていうのは長い間一人でね、厳しい環境の中ローラーで水分を得ながらなんとか生きてきたんですよ。だからまともに接してくれる者がいなかったみたいなんですよ。なおですね、サンシャインにはめ込まれたローラーっていうのはだからローラーマンのものなんですよね。でこのローラーっていうのはそのローラーマン曰く砂漠の砂をですね固めて作ったものだから、要は砂漠あの砂でできたものだったんですよ、ローラー自体。だからそのサンシャインの体の一部になったみたいですね。だからそのローラーマンのローラーなんだけど、呪いのローラーを解除してもローラー自体は失われないんですよね。だからあの呪いのローラーを解除した途端になんかローラーがボトッと落ちるっていうようなことはないみたいです。もう体の一部になったっていうことね、そういう設定ですね、この小説の中では。で、最後にですね、まあ、ローラーマンに関しての思い出なんですけど、確かこれ自分ね、あの金消し持ってた覚えがあるんですよね。でしばらくまだちっちゃい頃だったし、どうやって手に入ったのかは全く覚えてないんですけど、確かにローラーマンは持ってました。で自分はそれはね、最初サンシャインとが変身したものかなっていうのは思ってたんですよ。あの呪いのローラーのインパクトが強かったんでね。ただやっぱ、まあ、後々ねこれはそのサンシャインじゃなくてそのローラーマンっていう超人ってことを知ったんですけどね。だからそのディープオブマッスルのエピソードの設定っていうのは、まあ原作に反映されてるかどうかはわからないんですが、もう懐かしいなと思いながらね、そのちょうどローラーマンとね、あのサンシャインのね、その絡む話だったんでね、懐かしくね、読まさせていただいたって感じですね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。